バグラームは、コーカサスのアレクサンドリアとして建設され、古代において、カーピーサーと呼ばれた。歴史上ガンダーラの首都であった時代もある。アフガニスタンのパルバーン州にある町であり、バグラーム軍の軍長所在地である。首都カーブルから20キロメートルほど北にあたる。ゴルバンド峡谷とバンジュシール渓谷の交点に位置する遺跡である。この歴史的都市の位置する地は、 シルクロードに沿った古代インドからの主要な海道に当たり、西に山を越えて、バーミアーンに至る。日本語ではバグラム、ベグラーム、ベグラムとも表記される。最初にこの遺跡がいつ建設されたかは明らかでない。紀元前6世紀中頃、アケメネス朝のキロス2世は、サカに対する戦役の一環としてこの都市を破壊した。しかし、その後まもなく後継者のダレーオス一世によって、 再建された。紀元前320年代にアレクサンドロス大王がこの都市を占領し、要塞化されたコーカサスのアレクサンドリアを建設した。この都市はヒッポダモスの設計すなわち方角設計に従い、ギリシアの都市計画の特徴を備えていた。レンガの城壁を持ち、四隅には塔があった。中央の通りは商店や作業場に囲まれていた。 紀元前323年の大王の没後、町は将軍セレウコスが支配した。紀元前305年にはマウリア朝に譲渡された。紀元前185年にマウリア朝がガが朝に滅ぼされた後、デメトリオス一世の率いるグレコバクトリア王国が北西インドに侵入、征服した。月史によって紀元前140年にバクトリアを追い出された。 インドグリーク朝はアレクサンドリアを首都とした。一世紀にはアレクサンドリアはクシャーナ朝の首都になった。ここを拠点として南のペシャーアワルを征服した。バグラームの違法と呼ばれる遺物は古典期のあらゆる文化の中心の間に盛んな貿易が行われていたことを示す。クシャーナ朝は東西の陸上と海上貿易の交点にあたっていた。しかし、 バグラームで発見された工芸品は純粋にギリシア的、ローマ的、中国的、インド的なもので、グレコブッディスト美術のようなシンクレティズムを示すものはわずかである。カンダハール湿度のギリシア語とアラム語の二言語で書かれたアショカオーヒブン。アフガニスタン国立博物館ゾーディアドコイ戦争の間、マウリア朝はインドア大陸の北部に拡大しつつあった。 王朝の始祖であるチャンドラグプタは、紀元前305年に、セレウコス一世の率いるマケドニアの侵入と短期間の対決を経て合意が結ばれ、セレウコスは、ガンダーラ、アラコシア及びバグラームイナンを、マウリア朝に譲った。マウリア朝が、アフガニスタン南部を支配した120年間に、仏教が伝来し、ゾロアスター教や、土地の固有の信仰と並んでこの地の重要な宗教に、 なった。古代の大感道は、現在のカーブルと、パンジャーブやガンジス平原の様々な都市を結ぶように建設された。商業、芸術、及び建築はこの時代に発達した。アショカ王の時代に全盛期を迎えた。王の作った宝直や、道路や駅はインドア大陸全体にわたって発見されている。宝直の大部分はプラークリットで書かれているが、 アフガニスタンには、マウリア朝の宮廷語であるプラークリットと並んで、ギリシア語とアラム語の碑文が2つあることで注目される。マウリア朝のアショーカ王によるギリシア語で書かれた、宝直第十三条の断片に加えて、ギリシア語とアラム語の二言語による完全な碑文がカンダハールで発見された。この碑文のギリシア語は優美な古典ギリシア語で洗練された。 哲学用語が用いられている。この秘文において、プラークリットの他の秘文で、ダルマと記されている語は、ギリシア語で、エウセベアと翻訳されている。この地域の最後の統治者はおそらくスバガセーナであり、おそらくアシュバカに属していた。バグラームの学校の生徒バグラームには、戦略的なバグラム空軍基地が置かれており、アフガニスタンにおけるアメリカ合衆国空軍の 活動の大部分はここを基地とする。滑走路は1976年に建設され、1979年から1989年まではソ連の空軍基地だった。アメリカの主導する地方復興チームも存在する。バグラームにはパルバーン高地所も位置している。この高地施設は、 アフガニスタン最後のアメリカ管理下にある刑務所だったが2013年3月25日にアフガニスタン政府に返還された。かつて、拘置所の囚人が拷問を受けているという主張によってニュースメディアに注目を浴びた。施設の返還時にアムネスティ・インターナショナルなどの人権団体は囚人の扱いに関して懸念を表明した。2015年12月21日。 バグラームで自爆テロがあり、6人が殺された。ありがとうございます。